はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。じゃあこれかな。まあ今ちょっと天魔の手綱で寄り道してますけれども、天空のところにも寄り道ポイントがあるんで、あれ、モンスターの気配が元に戻ったって。街の中にモンスターの気配なんてあるのか。まあそれはいいとして、ちょっと浮遊大陸に行きましょう。これ天空城でいいかな。まずちょっと隠しお店みたいなところがあるみたいなんで、そこに行ってお買い物をしたいと思います。どこかな。そう、ここの塔とかもね、ちょっと行きたいっすよね。なんかこっちの方みたいなんですけど、これかな、この怪しいところ。ああこれは FF1 の曲だな。よくここを見つけたな。ここは秘密の店だ。世界にここを超える品を扱う店は存在しないぜ。マジか。ここのお店のアイテムはさすがに値が張りますわね。俺お金いくらあったっけ今。7000円しかない。何にも買えない。はやぶさの剣か。ハイペリオン、メタルウィング、あ、これユーフィー攻撃力上がるな。ミラーシールドはちょっといらないっすね。魔法カンタ、デホマとかも跳ね返しちゃうんで、これは完全見送りだな。あ、ドラゴンローブはいいな。ビビに買ってあげたい。フバーハ付きだよ、これ。タイマーの腕は、これもいいな。結構安いし。安いって言っても2万5000円だけど。グローエッグか。レベルは今ちょっと多分間に合ってるんで大丈夫だな。回転の証。これは欲しいな。とりあえず今候補としてはドラゴンローブと回転の証ですね。8万円か。で、余裕だったらタイマーの腕は。なんで10万ちょっと。キラーマシンがいる。この街大丈夫か。いらっしゃいませ。ここでは兵器を販売しています。兵器って波動砲。これエドガーのあれか、機械か。波動砲なんてあったっけ。エドガー全然使ってないからいいや。まあ5万円浮いたと思えば。じゃあちょっとあそこにあった塔に行ってみますか。てか何にも買えなかったな結局。お金を貯める時間もないしな。確か1万円銀行に預けてたんすよ。バルモスゾンビに殺されると思ったから。お、いきなり宝箱ある。やった、魔法の聖水。ちょっともう少し真ん中の階段を行く前に1階を探索しましょう。あれ、暗黒剣が使えない。あれ、装備してなかったっけ。てか戦うが使えねえな。なんだこれ、何も使えない。でユーフィー何もできねえし。え、マジ何これ。え防御しかできない。あ、魔法しか使えないのか。てか勇者そうすると攻撃魔法ねえし。え、装備、あ、装備はいける。横の剣、危ねえな。てかどうしよう。まあ、ビービーは普通だろ。黒魔法は使えるのか。そういうとこね。あ、ちょっと持ってなかったかな、フレア。え、そうするとちょっとユーフィーがあれだな。何もできなかったからな。攻撃手段がない。ちょっと一回出て、ユーフィーを変える、変えるって言っても誰に変えるんだ。結構俺肉体派だったからな。ミーユーか、そうすると。あ、メテオじゃなくてコメットが覚え、あ、バーバラがいるな。バーバラ入れるか、どうする。それとも、回復を優先してミーユにするか。そうだよな、ユーフィー外すんだからミーユだな。ちょっとじゃあ今回はこれでいきましょう。勇者はロトの剣が使えたんで、まあ大丈夫でしょう。ミーユの状況がわかんねえな。ベホマラはとりあえずあると。で、攻撃はコメットで攻撃して、最悪バシルーラもあるな。バシルーラとか経験値もらえましたっけ、飛ばしたやつ。これでいくか、しょうがない。装備ってどうなってる。何も装備してね。外されてるし。雷槌の杖。海鳴りの杖がある。これ装備させよう。盾は装備できない。体。どれが一番強い。不思議なボルドが一番強いかな。天使のローブの方が若干強いな。で、頭。まあ、頭とか何もねえな。レッドキャップとかでいいや。アクセサリーどうしよう。なんかいいのあるかな。メガザルの腕当てもそれさせようかな。死んだ時。
リフレクトリングは今年、シェル、まあ。とりあえずこれでいいや。まあ、ミンは。ここが終わったら多分外れるんで。こっちにも宝箱ありますね。そうすると、ちょっと節約しつついくから、プリザコを使おう。ピサロはな、マジックパワーが少ないからな。で、勇者は、ロトの剣。これ、ロトの剣手に入れといてよかったな。ロトの剣がなかったら、勇者も役立たずになってたとこだった。あれ倒せない。ピサロに2回回ってくるな。ちょっと、火薬のリング軸に飛びさせるかな。そっちの方が効率が良さそうだな。ここでは、三日槌の杖だ。ちょっとピサロの早手のリングを1回外して、で、ビビに付け替えよう。あー、マジックパワー回復。あ、いいね。そうするとピサロマジックパワー回復してくれた方がいいから、早手のリングはピサロに飛びさせよう。どこだ？よし、これで。これでここは、やっていきましょう。種。種全然使ってないな。使う使うって言って。やるやる詐欺だな、俺。あれ？どうやって行くんだ、あれ。どっかから行けるとか。おお、ここから行けた。白のローブ。よく見れば、ここあれがない。影がないっすね。ここ。右側。ビビに、カメレオンローブ。あれ？白のローブがない。ビビは黒い人だからか。横島なやつには白いローブは装備できない。あ、せっかくだから超強い。ミーユに装備させましょう。まあ、ミーユのためのローブっすね。白のローブ。うわ、なんかすっげえ複雑だな、ここ。魔法しか使えないからあんまり複雑なところは嫌なんだけど。あ、右の方に宝箱がある。左にもあったけど。魔法ババじゃんこれ。なるべく弱点をなついて節約していきたいけど。おお、いいね。ミユのレベルが低いからこれ遅いな。10レベルは違わないけど8レベルくらい違うか。いや、これなんかショートカットとかできないの。こっちからいけない。あー、そうだ、聖水を使おう。聖水を、プリザが一個ずつ試していこう。ダイナモとか弱点なさそうだからな。まあ、装備が使えるっていうのがかなりいいな。危なかった。これでピサロに回ってきて、どうしよう。もうジハード使っちゃうか。30か。20じゃないんだ。そうだ、フレアが20でジハード30だ。ってことはやっぱり崖で攻めた方がいいな、コストパフォーマンス的に。ビビアルテナ使うっていうのも手だな。もうめんどくさいから。45回か。そうするとそれもまたな、厳しいな。てか、ここ結構厳しいな。なんかあんま意味なかったな。左回ってきたけど。あれ？あ、いけるか。こっちからいけますね。フォースシールド。これはあれか、シェルがかかるシールドか。なんか、ここ、フォースシールド装備しておこうかな。フバーハっていうよりは、なんか魔法って感じだからな。回ってますと、ドガーン。強い。一撃で終わる。アクセサリーが2つ装備できれば確実にマジックパワー回復と先駆けを装備させたんですけど、聖水振りまくのがめんどくさいからな。大麻の腕輪みたいなの買うのもいいかもしんないですね。結局だいぶ無駄な道を通ってきたな。これなんかどっちかパンドラボックスっぽいけど。魔法の聖水。ああ、全然違った。魔法の聖水が意外に用意されてる。でも、アルテマ1回分っすからね、魔法の聖水。これなんかマジックパワーが3分の2になるやつとかないのかな？半分とか。金の髪飾りとか、確か消費マジックパワー2分の1でしたよね。FF5 だったかな？聖水の頻度が高いな。そういや、ミニムってトヘロス覚えてたな。それを使っていくのもいいけど。まあ、マジックパワー使うくらいだったら聖水買い込んだからな。もう89しかない。消費が激しすぎる。
今度はピサロのジハードにするか。お、意外に早かったな。やっぱりマジックパワーを使うことを見越してたのかな。テントもちょっと減ってきたな。買い足しとかないと。そして右上に宝箱が見える。おお、魔法の聖水めっちゃ用意されてんな。アルテマで攻めて、マジックパワーなくなったらこのジハードで攻めよう。あれー倒せない。雑魚狩りの真空波。え、マジか。これどうしよっかな。ちょっとあんまりマジックパワー使いたくないから、ファイラで蹴散ってこう。27レベル。ミーウはまだまだ伸びしろがありますからね。コメット覚えるってことは多分メテオも覚えると思うんで。あれ、どうしようかな。なんか下行った方が良さそうだな。宝箱がある。この宝箱、わざわざ戻ったんだから。機械、ウィークメーカー。ウィークメーカーってさっき売ってたじゃん。いくらだったっけ、ま、波動砲がやたら高かったのは覚えてますけど。ま、エドガー使ってないから、こう機械も使えないっしょ、多分。魔法ではないからな、機械は。結局ここまで戻されたし。ウィークメーカーのために。どちら？あそこにも宝箱があるよ。どうやって行くんだ？これぐらいまだわかんないな。こういうところとか。おいおいおい、敵が。あ、手間を食らえ。どんだけ塔の中で暴れてるんだ、こいつは。これ、横の手で倒せたっけ？あ、倒せた、倒せた。わからない。なんか怪しいところもないしな。え、滝って登れんの？登れないよね。聖水マジ切れるの早いな。登れません。滝登りとか。コイキングでしたっけ、滝登り。なんかそんなのあった気がする。ポケモンはね、あんまやってないからわかんないんですよ。あれ？ほんとあれ欲しい。ちょっとわかんない。どうやって取るんだ？なんか上から落っこってくるとか？落とし穴が。あそこだな。ちょっとめんどくさい構造になってんな、ここ。そして木の実とか。マジックパワーに関するものが多い。あそこのガーゴイルとか。絶対どれか動き出してきそう。あれなんだ、ワイトキングか、一番後ろにいるやつ。あ、ちょっと名前を。見る間もなく倒しちゃうけど。あ、生きてる。名前を見ることになるな。レベルが上がってこっちも速くなった。ホワイトキングだ。153で倒せないのか。ホワイトキングさすがに強いな。こっちはない。聖水使ってこれだかんな。こいつら動き出してきそう。っていうか一番左のやつ怪しすぎる。ちょっと待て、ドラゴンがいるぞ。魔法しか使えないのにドラゴンか。厳しいな。いけるか。何ドラゴン、これ。ちょっとフレアでいこう。シルバードラゴンか。ためよう。ためらんないんだ。ためるすら禁止されてるんだ。そういえばホーリー、危ねえ。フォースシールド装備しててよかった。ドラゴンシールドの方がいいかなと思ったけど、勇者はまあ、ちょっと回復していくか。コツコツとやることないし。攻撃はこいつらに任せる。というかペーストとかビビに備えよう。早くなったらめっちゃ強いんじゃない。ピサロにもペーストかけよう。フェイス画とか覚えないのかな、ミユ。結構軸魔法役立つかもな、そう思うと。まあ、ペーストがどれくらい速くなるかっていうね。やろうか。お、全員か。これはあー、でも結構食らわない。意外に食らわない。こいつも攻撃しようも。ちょっとでもダメージを。96か。稼いでいかないとな。ミーはこれでベッパラで回復しよう。決定的な攻撃がないな。ベッパラいくつ？18か。そこそこ減るな。うー、回復量が。あ、もしやフォースシールドって回復量も減る？ちょっとそれだったらかなり考えものだぞ。
確かにエアロガも食らわないけど全然食らわないけど全然食らわないけど全然回復しないからな。あ、ビビのマジックパワーがちょっとやばい。もうスコーメと使ってた。メテオは流行りだかんな。こいつはずっと攻撃でいいな。攻撃っていうか魔法だけど。で、フレアラストか。あと11残ってるから崖が1回使えますか。ブリザガとかサンダガとか弱点がわからん。ライブラがあるな。ちょっと調べよう。ヒットポイント減ってるけど弱点闇。あと613だ。でもこれいけんな。ベホマンズ取らないとちょっと。これで回復させて。やっぱり回復も半分だ。フレアが唱えられない。まあ、サンダーができるか。200。こいつもちょっとコネットで攻撃に入ろう。ヒットポイントがもう少ないっていうことが分かったから。84とか弱っ。あ、ジハード確か闇だった気がすんな。ジハード使ってこよかったか。おお、116どうだ、耐えられるか。3 あ、ビビ死ぬかこれ。生きてる。ビビ魔法保育さすがだな。一応ベホマンズに備えとくか。まあ、ちょっと何があるかわからないんでね。そう、こいつ何にもできんもん。マグマの杖で攻撃するしかない。あ、倒した。最後はマグマに飲み込まれて死んでいく。てか一回回復させたいな。これ黒のローブだ。これ絶対ビビでしょう。あと2匹意外に倒したな。カメレオンローブと黒のローブ。カメレオンローブって何かあったっけ。あー、ホーリーに強いんだ。そういうことね。だから食らわなかったんだ。どうしようかな。それ考えると、でもここ他ホーリー使ってくるやついるのか。魔力も上がるしな。防御力もめっちゃ上がるな。やっぱこっちだな。ミウの白のローブとカメレオンローブって言ったら全然白のローブだな。で、左で多分宝箱の道があるんで、てか何もできねえ。これちょっとやばいな。ピサロのジハードも30使うってことは残り3回か。あー早い。ビビ意外に速くなってきた。ミウはちょっと海なりでいくか。おお、ピサロに回るまでもなく。てかここのボスが心配だな。倒せるかこれね。一旦ちょっと回復させるか。おお、メイス・オブ・ゼウス。しかも宝箱でチャン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 っていうの初めてじゃん。あー、魔力とか上がるけど攻撃ができなくなるな。そうするとこれはちょっと今はいいや。後で装備させよう。すげー忘れそう。あそこに戻るためには一回またこっちに来ないといけないのか。やたらめんどくさい作りになってんな本当に。これ清水なかったら、しかもさらに時間かかってたってことでしょう。どこの剣で、またビール。あー、防御しちゃった。間違えた。まあいいや、ジハード使おう。ジハードはなかなか闇だからな。回復される心配がある。危ない。いつ何時回復してくるか分かんないからな。アンデッド系はもう確実に効かないから、テントも買って、結構やっぱりまだお金が必要だな。ここでどれだけお金を稼げるか。そしたらどうしよう。ドラゴンローブな、いらないかな。80いくつだったからな、確か防御力が。あれこいつなんか憑依してくるやつの雑魚版だ。劣化版アレキサンダーの出来損ない。出来損ないは、あーでもこいつ闇に強そうだな。見た感じ闇に強そうだから、ちょっと海外にブラックなんとかって名前らしい。名前がもうブラックの魔法は使えないっすよ。
ドラゴンも倒して宝箱も取ってあとはまた進むだけか。アルテマで倒せないからな、ホワイトキング。あれピサロレベル上がったからか、早くなってんな。どうしよう、ハイラ節約節約。ミユとかに回ってくれればな、海鳴りの杖が使えたんだけど、これ本当にめんどくさいな。もう2万5000円先に貯めてタイマーの腕は買っちゃおっかな。あ、それも効率化ですよね。一つの楽をするということは効率を求めるってことだから決して悪いことではない。まあ一応それは自分の考え方、まあ、そういう言い訳です。またなんかこうやたら水がいっぱいあるな。この宝箱を取って、おし、小さなメダル、小さなメダル、あと何枚だっけな。あそこの滝行くと絶対戻されるから、これなんかすげえ聖水と思い出の鈴が隣り合わせにあるってことは間違えそう。コントローラーじゃないんで、あのキーボードなんでたまにね操作ミスするんですよね。うわ間違えたって言って塔から出たらもう最悪っすからね。ピサロの回だ。うわ倒せない。読みなり回ら分くらいはでも回復しますね。あ、これはもうかなりボスっぽいな。寝てからセーブしよう。果たしてこのメンツでいけるか。まあビビとピサロが攻撃の要になるから、なんか右とか左とか何もないよね。あ、宝箱ある、出た、ソウルオブサマサ、すげえ。あー出てきたよ、なんだよこいつ、幽霊くんだよ。もういいよ逃げろよ、そのまま逃げられろ。あ、逃げられる、ニゴソン。え、いやーやだよ、戦いたくないよ。思い出の鈴を使おう、ここで思い出、無理だ。ダメ、戦わないと。戦うか、宝をよこせ。その力をエクスデス様のもとへ捧げるのだ。あ、万人じゃないんだ、宝を返せっていうのかと思ったけど、バリアチェンジ、こいつなんだ。バリアチェンジってことは、まあ、別にフレア使ってればよくね。無属性魔法、どうだ、ゼロ、効かねえ。一回一回バリアチェンジのファイガー、ウリザガどういうこと、剣効くかな、元の剣、効かねえわこれ。しかも一回攻撃するたびにバリアチェンジしてくんのか、どうする。まあ一個ずつ試すしかないよな、ファイガー。めんどくせ、マジめんどくさいこいつ。どういうことだよ。とりあえず、ちょっとまあ回復させとくか。ピオモナーで。ミユの回復力は多分超低いな。60とか。ブリザか。効かない。バリアチェンジされたよ。なんだよ、こいつ。ヨタが。ファイが。ちょっと、回復させよう。あ、間違えたー。ほら、こうやってね、間違えるんですよ。サンダが当たった、やった、364バリアチェンジ。ヒットポイントいくつあるんだこいつ。同じ弱点ってことはあるのかな。まあいいや、ちょっと一個ずつやっぱり試していくしかないから、またファイカからやっていくか。当たった、やった、これは順番になるのかな。やばい、ビビ死んだ。まさかまさかの連続だ。まずレイズで蘇らせて主人公でベホマか。でファイガが当たったから、じゃあ次ブリザが順番でやってくれた。ダメだ、そううまくはいかない。ウォータがファイガ、ベフマだな。
どうする、ウォータガファイガなんかパターンあるかな、サンダガダメだ。ファイガから行くか。そうするとこれもうずっとファイガでさ、ファイガに出番が来るまでファイガ打ってればいいかな。ちょっと待ってね。そうするとスローとか効くかな。いや、ヘイストで攻撃速度を上げた方がいいな。やばい、2回勝ったら死ぬぞ。わあ、全体勝ったら死んだなこれ。ちょっと厄介だな本当に。ウォーターが使ってきたからウォーターがとかそういうの関係あるか、全然関係ねえしファイガサンダーが、うわー全体のビビ死んだ。ちょっとこれは結構厳しいな。いかんせん弱点がわからん。高速性とか、うわ早い。しかもちょっとこれはまずベホマゼンが先だな。クラウナとか毒とかもあんのかな。やっぱファイガだな当たらない。やばいやばいやばい。ちょっとレイズで蘇らせてからのファイガいつか当たれ。ファイガ当たったてかヒットポイントいくつなんだこれ。普通にヒットポイントだったらかなり厳しいな。ベホマズンとあと1回か。ベホマズンも、うわきつい、これはきついぞマジで。ファイガがさっき当たったから、こいつこの4色しかないな。サンダが当たれ。あ、でもむしろ回復されて最悪なんだけど、どういうことだよファイガげっ回復されたおいおいおい。ちょっとこれライブラとか雷1764バリアチェンジ、待って、雷でバリアチェンジしたから雷じゃないやつを打つか。うわーやばい。ベホマズンと雷じゃないやつでファイガーだよやっぱり。クライン当たったファイガー、ちょっと待って本当にやばい。ビビを生き返らせてる時間がない。勇者もな。ファイガーが効いたから、雷ファイガーブリザガ、これどう？全然ダメだ。サンダが、ここでちょっとよみがえらせたいけどフェニックスのしかないな。こいつほんとめんどくさい、なんなの一体。でミンのベホマを使って回復で手一杯なんだけど、またファイクに戻るか。うわ回復させられた。回復してくるのが最悪だな。どうする、ちょっと魔法の精神使おう自分に。でミンはベホマラ、ブリザガゼロやばいやばい。サンダがゼロ。主人公どうする、ちょっと今のうちにもう一回魔法の施設使うか。ベホマズンで大量に消耗するからな。ファイガゼロマジダメだ、なんなんだこいつ。やばい、これはやばい。何使ったっけ、もういいや。ファイガ、とにかくファイガだな当たった
ファイガが当たるまでファイガ。これでいこう。ベホマラ使わないとちょっとまずい。ミンのマジックパンもまずくなってきたな。で、主人公どうする。アモールの水でケチろ。ミンの人分とかまずいな。シールがかかってるからな、まあ、ある程度はなんとかなるか。でファイガ使ってファイガはねさすがにないと思うんだよね。なんでサンダバ、いや最悪でファイガあと耐えた。もうプラス100とかだなこれ。200回復されてるから。いや死んだか。ビビは攻撃するしかない。ブリザガゼロ。これでまたファイガに戻ろう。一回ちょっとビビをベホまで回復させて、でファイガ、よしこれでいくしかない。これでいくしかない。ファイガが、あ目と光ってた。マジかよ。ここに来て、ここに来てか。ファイガの次ファイガなんてありえんの。だってそれはないよねさすがに。でこれバリアで変わったからまたファイガ使おう。もうとにかくファイガで攻めようかな。やべえな。ただベホマラの回復量だとなちょっと不安があるからな。おおやばい。あ死ぬのか。これはやばいな。ビービーを生き返らせるか勇者にするか。勇者だな。ちょっとベホマズに使おう。一回蘇らせて、でこいつもちょっと蘇らせて一気にベホマズで体勢を立て直したいけど、先に攻撃されるか。先に攻撃してきた。ビービーがやられた。うわマジか。うわ早っどんだけ連打してくるんだよ。もうファイが当たった。うわ2回食らったら死ぬ。あー死んだ。強いっていうかわからないこいつ。最近ボスが1回目じゃ倒せない。ここまで戻されたというわけでちょっとボスの攻略方法を見てから、またボス再チャレンジしたいと思います。ちょっと一旦切ります。はい、というところでちょっとマジックマスターの攻略方法を見たところ、まあ、まず一つが、味方全体に魔法カンタをかけて、でなんか魔法2種類使ってきたじゃないですか。でそれ以外のどちらかの2属性がなんか弱点になるみたいなんで、まあこれで確率2分の1で魔法が当たると。でなおかつこっちは魔法カンタでダメージを返せるので、まあメテオに気をつけてれば早々全滅はしないという、ただこれはちょっと時間がかかるという方法と、あとそもそもマジックマスターにバーサクをかけると、でそうすると攻撃しかしてこないので、まあ、あと弱点つき放題なんですけれども、バーサクをかけると敵の攻撃力が上がるんで、まあ、回復と蘇生には注意しましょうみたいな、なんかそんな感じでしたね。まあ、なるべくちょっとね攻略とかは見ないで、やってきたんですけれども、まあ、ちょっとダラダラ続いてもしょうがないんで、ちょっとこいつに関しては面倒くさそうなんで、魔法カンタ戦法でまずはやっていきたいと思います。てかバーサク使えるやついないっす今のメンツに。とりあえずこのソウルオブサマサを取って、これをちょっともうビビにそもそも装備させましょう。ソウルオブサマサはそう連続マスよね。なんでちょっとこれでいけるかな。宝をよこせ。てかさお前そのまま宝箱取ればいいじゃん俺たちが来る前に。これブリザが使ってきて、サンダが使ってきたんで、まあ、この2属性以外が弱点ですね。ブリザがサンダが以外、ハイガかウォータが、どっちだこれ。これは、とりあえず、ハイガでもいっとくか。大体ね、こういうのなかなか当たんない。お、当たった、やった。しかも連続もだから、これで800近くいったぞ。で、ちょっと、こいつはいいや、どうにしとこう。で、ミーンで、魔法カンタを張っていこう。まずはビビでボールで、ファイガが来たから返した。回復してるし、ファイガブリザガ以外でしょ。ファイガブリザガ以外なんでサンダガ。あー違ったー。
ってまたバイヤーチェンジか。これめんどくさいな。確かにめんどくさいな。ちょっとマジックパールってヒットポイントの低いやつから魔法カウンターを買ってアモールの水で回復していきますか。で、まだ買ってないやつはベホまで回復できるんで、サンダが回復したな。サンダがで回復、ウォタが、サンダが、ウォタが、サンダがで回復、ブリザが打ってみよう。どうだ、あ、よし、これでダメージはだいぶ落としたな。で、魔法カウンターでピサードで、自分はもう水で回復と。もうこれ魔法は跳ね返っちゃうんで、デフマジックとか使えないですね。で、どうしようかな。自分はもう防御しかやることがない。ファイガサンダガ、サンダガで回復。ファイガ、サンダガ以外、あれブリザガ使えばいいのかな。適当だな、もうわからん。当たった、気持ち当たった。だいぶダメージ稼いだな。やることなし。こいつも今のところやることない。ミンは魔法カンタを張ると、でファイガ、ブリザガ、あ、回復はしなかったな。どういうあれなんだろう。ファイガ、ブリザガ以外、ファイガ、ブリザガ以外なんでサンダガで、これ多分ね返した方がダメージ取るんですよ。回復される、いやー、やられた。回復された、800回復された。最悪だ。ちょっとビビで行きたいからな。サンダが、ウォタが、サンダが、ウォタが以外、サンダが、ウォタが以外、どうする。サンダが、ウォタが以外はファイガだな。じゃあ、はい、サンダも当たってくれ。うわー、これはいったな。マックス回復されたかも。うわ、確かにこれはね、めんどくさいわ。うわ、めっちゃ回復されてる。なんだっけ、サンダが、ウォタがあんま見てなかった。ファイガでいくか。今度こそファイガ当たってくれ。よし、800、これで1600。いやー、回復がなければだいぶいってたな。あ、先にヘイストかけといてもよかったな。ビビに、ウォータがブリザが、ブリザが回復か。そういうのなんか意味あんのかな。あ、そうか、回復が一つ混じってるってことだな。ブリザが回復されたから、じゃあサンダガでいくか。サンダガの跳ね返し、ダメだったか。ファイガで、どっちかが回復でどっちかが弱点だな。ウォータがファイガ、ウォータがファイガ、うわ、めっちゃ使った、これやばい、やばいな。ウォータがファイガ以外、じゃあサンダガだよ。サンダガ大好きですからね。よし、当たった、これで戦闘が当たったっしょ。あー、倒したー。いや、ほんと苦労するわこいつ。今までの中でめんどくさいナンバーワンですね。まあ、でもこれでビビ連続魔が使えるようになりましたね。ソウルオブサマサ。じゃあどうしようかな。でもな、雑魚戦はな、ちょっと先駆けでアルテマを打ってきたいんで、早手のリングにしてボス戦になったらソウルオブサマサをつけよう。よし、その方向でいきましょう。で、宝箱も多分全部取ったんで、思い出の鈴を使ってで、お金は26,000円。タイマの腕は買いに行きましょう。タイマの腕輪を買って、あれ、あそこって、あ、ないな。テーマの手綱で自力で行かないといけないのか。これで道中も多分だいぶ楽になると思うんで、
ラゴンローブはもう多分いらないですね。そうするとドラゴンローブ、うん、下がるからな。不破派があるとはいえちょっとだいぶ違うんで、タイマーの弱い子がおっと、これでこれも主人公に装備させよう。ブラックベルトカウンターは大して発動してないんで、もう装備してないも一緒だからな。主人公に装備させよう。よし OK。 あと回転の証5万円か。とりあえず寝て、間違うのにテントで寝るとはなんか寂しいな。というところで、まあ、ちょっと最近ボス戦死んでばかりですけれども、まだもう一つちょっと寄り道するところがあるので、まあ、次回はそっちをやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。